壊したいのか。パルスのルシだからって国運を壊そうっつのか。ダメ、セラを忘れたの。ルシを乗せた飛空艇はバイルピークスに不時着した。軍は彼らを速やかに処分すべく追跡を続行した。お前たちともそうなるかもな。ルシたちは逃走中に仲間割れを起こしたらしく二手に分かれた。とりわけ警戒を要すると見られたのがライトニングおよびホープエストハイムの両名である。パルムポルムか。パルムポルムは国運有数の大都市である。ルシが群衆に紛れ込めば摘発は困難であろうし、ルシによる事件が起これば大きな騒乱につながる。大都市パルムポルムがパニックに陥れば混乱は一挙に広まり、国運社会全体を揺るがす危機に発展するであろう。故に政府はルシ狩りを決断した。作戦指揮官を命じられた私は配下のサイコム部隊のみならずパルムポルムの地元部隊も総動員して防衛線を構築。ライトニングおよびホープエストハイムをおびき寄せ完全に包囲した。どうするこの数、まともに突っ込んだら。まともに突っ込むバカが2匹と。しかしその場に別のルシが乱入した。スノービリアースに加え新たに確認されたファングと呼ばれるルシである。我々は混乱を余儀なくされ、その隙にルシたちは市外に逃走した。各部隊へ通達。それは私が最も危惧していた事態であった。4名ものルシがパルムポルムに潜伏すれば政府は再びパージを実行しかねない。この町の住民すべてが処分されることになる。政府ではない、軍でもない、民衆だ。ボーダムの悲劇を繰り返さないためにも軍は総力を挙げてルシを抹殺しなければならなかった。ああやって連行してみんなパージするつもりなんだ。お前の家はここだ。何をすればいいかみんなで考えようじゃないか。逃走したルシたちはホープエストハイムの自宅に潜伏していた。我々はエストハイム邸を包囲、攻撃を開始した。上だ。その時ルシの一人スノービリアスが現れ我々に語りかけた。ルシであっても元は人間、故郷国運を守りたい気持ちは同じ。このように主張して市民に犠牲を強いる政府を非難した。その言葉によって兵士たちの間に動揺が広がった。彼らとて好き好んで市民に銃を向けたわけではない。しかしパルスの脅威を取り去らねば民衆の恐怖は抑えられず、社会全体が混乱に陥ることも事実である。私はそう反論して部下の動揺を鎮めようと努めた。だが我々は何者かの襲撃を受けた。包囲部隊にルシへの協力者が紛れ込んでいたのであろう。私は銃撃を受け重傷を負った。その協力者ってのがサイコムの兵士に化けた俺たちだったのさ。スノーとファングを送り込んだのももちろん俺たちだ。二人がライトニングたちと合流したら4人まとめて救出する手はずだった。迎えに来たぜ。なぜかってパルスのルシと協力して政府を倒す、それが